田口博史です。901の時はGTR の主担をやってました。設計関係の主担、伊藤修礼さんの下で、そうですね、渡辺幸三さんが実験関係を見て、私が設計関係を見てました。で、だから GTR については最初のレイアウトをいろいろ考えて、作ってました。そうです。すごい大変でしたですね。特に大変だったのは4駆にするっていうのがですね、大変で、エンジンの位置から後ろにプロペラシャフトが、まあ、通るんですけど、途中のトランスミッションのところから、前にまたプロペラシャフト前に出してね、で それをそうなんですよ。でそうするとね、前に出すプロペラシャフトがステアリングのシャフトに当たりそうなんですよ。でそれをね、数ミリ単位で逃げてやらなきゃいけないんでですね、もう。そう右側、そうなんですよ。それで、いや左側にはね、エキゾストがあるから出せないんだ。エンジンそのものが、うん。それで右の方から出して、そうするとそこの隙間がね、5ミリ。だからもうね、それ動かしたらね、ぶつかっちゃうわけですよ。そんなのでえらい苦労 しましたけどね。田口さん、2台、33の時 のチーフエンジン主管、33の時主管やりました。はい、33の時は R32 で伊藤修礼さんが終わってから、宿題があったんですか。次のね、R33 はどういう車にするかっていうのが非常に難しい課題でしたけどね。スカイラインセダンで見ると32のパッケージだと後席狭いから、そうなんです、伸ばしてでかくしろって、いや でかくしろっていうかね、私が思ってたのは、当時ベンツの 190E っていう車あったんですけど、はい、ぐらいのサイズがねちょうどいいんじゃないかっていうことで、作り始めたのが最初なんですよ。それでクレーモデルも作って、こんなこと話していいのかな作ったんですね。でだから時はまだ伸ばしてなかったんです。でその後、デザインも完成してですね、割と精悍ないい形ができたんですけども、その後 R33 の、車内事情でね、途中からホイールベース伸ばさなきゃいけない話が出て、だから出来上がった車でもう一度、ホイールベースを100ミリぐらい伸ばしてですね、後席の居住性は上がったんですけれども、そうするとデザイン的にもう一度前からやり直しの方向になって、かなりおとなしいフォーマルな形のR33 のデザインになったんですよね。でもボディ剛性とかハードウェアとしての走りは確実に32よりも進化してます。そうですね、その後です。だから私の後で今度渡辺幸三さんに代わって、その頃またいろいろその合成、車体合成ですね、それが特にね、大事だっていうことが分かってきて、それで特に車体合成っていうのは結合部なんですよね、いろんなところのね。そこをきちんとやっていくことでですね、車体の合成が随分上がって、それが車としてはシャープな感じになってきたっていう思いますけどね。ありがとうございます。
最後に901にかけるこれからの若い人たちへのメッセージか。あ、そうですね、まあ、あの、まあ、非常に私の経験ではあの当時のメンバーでそういうことができたというのは本当にあの幸運だったと思います。まあ、ですから、自分がある車を担当したときにそういうチャンスになっている可能性がありますので、一生懸命その時にやってもらいたいと思いますね。それが後で、その時は気がつかないかもしれないけど、後でいろんな、あの時は良かったっていうふうに思うことがあると思いますけどね。